も全力ぶっちぎりマキピロくんとリオでございます。はい、2021年、はい、最後のガチャ来ましたね。2回いける星の句確定オールスター感謝ガチャ大晦日限定版。はい、説明してください。ガチャの10年1回目は、はい、星6キャラクター2体が確定。おそして、はい、10連目、要は20連目やな、はい、うん、星6キャラクター3体確定。おそのうち1体は限定キャラが排出。素晴らしいねとなっておるんですが、うん、実際のところどれぐらいね、うん、要はここ以外で限定出るんか、ね、限定の排出率、うん、あとは星6の排出率、うん、一体どんなガチャなのか、皆さんが引いたらいいのか、それともスルーした方がいいのか、はい、新春に向けてね、オーブ貯めておきたいという人もいると思いますから、うん、なので4話か今から人柱として引いていきたいと、はい、思います。全力バッチリ。はい、どっちから行く。こないだ私から行ったから。はいよ、俺から行ったるわ、うん。はい、ということでね、お前から行けということなんで、はい、そんなこと言ってないじゃん。そんな言い方じゃなくない？まあちょっとね、どうかな、どうかな、どうかな。まずはね、手持ちをね。結構持ってないの、飲んで、こっちはサーブやから。そうね。まあ俺欲しいな、もうアンドロメダやね。アナスタシア出ちゃったのね。あ、違う、アナスタシアじゃないわ、アムリタか。うん、アンドロメダ。うん、これ欲しい。アンドロメダ一択。そうやな、弾けたら最高。10連目で限定が出てくるかもしれんねんよね。そうやな、確定ではないけど、もしかしたら可能性としてはある。うん、まります。はい、一発目。いや、ドキドキやね。去年どんなやったか全然覚えてないわ。神に乗りを捧げる。さあ、狙いのアンドロメダちゃん来るかどうかやね。いた、確定数はあるのか。いらん、いらん、いらん。あ、いらん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 。うん、普通に出るから。あ、そう。お、あ、2個、そっか、2体確定もんな。人の話聞いてました。理解してないって。あ、あ、止まった、止まった。おお、持ってなかったんだ。この子映画にも出てきた子やね。何だっけ、忘れちゃった忘れちゃった。何やったっけ、何やったっけ、この子全然出てこん。あれ、あー、スルガート、これ昔欲しかったんな。なんかどっかでね、うん、使ったよね、どっかで。雑いな。じゃ続いて20連目ですか。本番です。あ、こっち本番。うん、まあ、1体はね、確定やからね、現地は。そうやな、熱いよね。3体は出るんだから、それ以外にも出てくるかどうかもね、気になるところ。参ります。ああ、はい、これが引き納めやな。そうやな、サブの。ああ、さあ来い。ないな。パリパリいたぞ、パリパリいたぞ。大丈夫、ここから。あ、あれ、あ、止まった。あ、まなんかさっきよう見るな。ほんまやな、なんなん。行くで、次行くで。はあ、ここやで。あ、待って。ごめん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 。ありがとう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 な、ありがとう。はようって。ここやで。ああ。はあ、まず。いや、これはへこむ。ああ。これもののけ出てなかったらえぐいね、結構。そうやね。うん。そういう風か。20連使って出たのホームズってめっちゃへこむで。そういう風なのね。なるほどね。うわ、ちょっと怖い瞬間やな、これな。うん、じゃあ次。はいはい、じゃあまず私詳細見ていきましょうか。はい、まあ、こんな感じやね。まあどうやろうね、狙うところはやっぱ生死、何だっけ、あ、神王とか。うん、そうやな、あとムクロとかさ、うんうん、その辺かな。メインも持ってないので行くとね。ああ、はい、じゃあいきます。10連目よし、頼むで。確定数来てもいいんだからね。全部かぶれ。やだ、いきます。一回も止まるな。ぐるぐ
分かるな、一回も止まらん可能性もあるもんな、だってあるよ、発言確定じゃないからな、怖い怖い怖いピュンピュンって言ってないの、あーなんか限定来たぞ、止まった、はい、あ ー、ルー兄弟ルー大芝みたいに言うな、ルールー、なんでこんな緑ばっかなの、グリーンファンタジー、おかしくない、限定キャラクター、いやいやいや見事に緑ばっかやな、すごいな、こんなことあるあ、そう、まあ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 、まあ、次本番やから、そうですね、もう数としては多かったけども、じゃあ20連目いきますよ、これでオーブがなくなったわ69個しかないじゃん今、ほんまや、なけなしの、本当になけなしのサブ、締めのガチャになります、いくで、はい、来い、止まんな、止まんな、来い来い、いや確定来ても一緒っちゃう、え、あ、そっか、絶対一個、あ、そうか、やる意味ないのか確定演出の意味ないのか、じゃあだからあの、あ、発言の確定やったらあれやけど、ドーンと来た今、え、ちょっと待って、あー、あらららららら、かぶってる、え、じゃあ止まったの何やったっけ、ルー、ルー兄弟、あー、そうかそうかそうかいや、いったかぶってますやん、あー、しかもこう、みちおちゃんだっけこれ、あー、あんま使ってないんだよな、そうやな、はい、もう喋れんなってるやんけはい、ちゅうことで、なかなかきつくないっすかこれ、メインです、はあ、そしてしかも、はあ、今オーブが143個、はあ、そしてこのガチャで100個失って43個と年始出るまでガチャに挑む、やばい、え、やばいね、本当にやばいよねあー、これ明日に回したいな、いきますよ、はい、一緒ですかね、検証ですから、はい、はい、一緒です、はい、もうそのままいきます、アンドロメダ狙いやね、はい、いや、ここで引けたらさ、もう報われるんじゃない、そうやな、うん、別にオーブどんだけなくなってもいいよぐらいの、バカそんなことはないわいやー、これちょっとサーブがな、いやでも止まるだけでも結構でかいな、メインは、そうやね、頼む頼む頼む、お願いお願い、もうオーブ少ないんです、ガーリーナとあの人弁慶次限定何が来るかよ、あ、ダメだ、あ、ダメだ、おなんでこんな小声なの鎖に繋がれた美女が俺の元にやってくる、逃げるからね、女の子はね、基本うるさいさあ、弾けるかどうかよ、メインの今年の締めやで、お、全身全霊でお願いします、神に乗り捧げる、あ、2回やった、ダンブルクロス、ドンブラコって言うかと思ったら、なんでドンブラコダブルクロスがなんかドンブラコに聞こえたやめろよそれえ、止まれよ止まれよ止まれ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 、あ、ゼウス、ニーベルンゲ、ゴエモン、ニーベルンゲだっけ、名前合ってる声が出てないよね、音声合ってるよ、拾ってないよ多分マイク、大丈夫これはきついね、ゴエモン持ってない人からしたらいいのかもしれんけども、終わってしまった、どうぞはい、鳥ですね、止まるんじゃねえじゃあ詳細ね、はい、狙うところはさっきと同じようなとこです、ムクロ欲しいかもな、かもなって、止まるんじゃねえさ、いや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 、止まりたい、止まる、止まってみせる、これあの星玉溜まっちゃうんで、私そこで何が出るかもちょっと見ものやね、うわ、ちょっと来たかったけどね、ここは行きますよ、しょうがないですね、うん、これはね、はい、人柱なんで、そうですね、
オールスター感謝ガチャやから感謝しないかんと思うよ私。はあ、うん、ここはあの感謝の気持ちを込めて弾きたいと思います。たくさんゆきち持ってってくれてありがとう。2021年ももう今日で終わりになりますが、1年間ありがとうございました。またね、あの来年もよろしくお願いしますということで10年目いきたいと思います。今それモンストに言ってる？それ視聴者やろ。ガチャリトラ。ガチャリトラに言ったの今。ガチャにね、あのよろしくお願いしますってこう圧をかけて。あ、そう、はい、いきますよ。わけわからんわ。はい、うん、アクセンスがないってことは限定出ないかもしれない。でもわからない、まだわからない。あーあーあらあー、ちょっと待って待って、あっ、はい、あー、ラベンダー、あーね、今持ってなかったか、そうか、うん、キャラは、絵は好きなんだけどね、なかなか使いどころがね。そうですね、これな、木発だっけ。ああ、確かそうやったと思う。あ、そうやね、そうか、あ、こう溜まっちゃったわ、気見てなかったね、今ね、ない。結局今年なかった感じか、あれ、そうやな。フェイスな。いきます、これ何が出んの、怖いわ。今普通に回った、あれ逆転回転した、あれ普通じゃない、普通だった、あれ頭おかしくなった。頭おかしなったな。エリックか、あーこいつなんでここで出てきたの、いやマジか。20連目、厳しい、これラストですよ今年の。いやマジできつくないか、ちょっとなんかいいキャラが出てなくない、大丈夫、出てないつ、全力ぶっちぎり2021年締めのガチャになります。いきますよ、頼むぞ、神引き見せてくれてもいいんやで、いくで、はい、あー、いやー、なかなか厳しいなこれはな、頼むぞ頼むぞ、おっと、ここで止まる、はい、あー、タイ持った人。しまずな、あ、あ、持ってなかったっけ、あ、そうか、キンキなイメージ、あ、あ、え、止まっ、はい、おー、幕末は熱い。おお、おお、これサウも持ってなかったはず、これも重心化控えてるからな、やばい、熱い、あ、怖いな、押すの、はい、大丈夫。さっきと同じやんけ。いや、これでかいな、あー、行くの、うん、どっから声出てんの、あー、そう来るか、なるほどな、しかも、こっちのあれなの、月齢ちゃん、ほんまや、ね、はい、なるほど、わかりました、はい、ということで皆さんいかがだったでしょうか、はい、ちょっと洋和感引いてみて、うん、検証の方からちょっと思ったことが、は、初心者向けやな、これはぁ、うん、そんな感じ、そう、ある程度やってる人は、うん、いくら限定いったいつってもやっぱ限定ある程度持ってる人はやっぱ被る可能性高くなるから、そうだね、うん、ちょっと、オーブ100個失うのは俺もったいないと思った、うん、そうやね、だって新種やったらこれおまけ10個もらってんねんで、そうや、うん、それおまけでかいからね結構ね、そうそうそう、それ考えると結構痛いことしたなと、うん、割れながら人柱ですからね、まあそうやね、うん、で俺は、はい、メインの方はもうオーブ50個ないと。これで俺は新種行く、はあ、だこれただ新種に回した方が俺は良かったんかなって思う、そうだな、そうだから、うん、モンストを初めて間もない人とかは、うん、限定キャラクター増やしたりとか、うん、まあ星5のキャラクターを増やすっていう意味では、うん、まあいいかもしれんけど、うん、ある程度キャラクター持ってる人はちょっとこれいかん方がいいかもしれんな、そうだね、かぶる率が高いね、うん、っていうことがね、はい、まあ、この全力ぶっちぎりの4話化での検証で分かったことでございました、はい、よければ参考してください、はい、ということで、
まあ、最後に皆さんにメッセージということで、はい、2021年も本当に皆さんお世話になりました。お世話になりました。2022年、はい、全力ぶっちぎり全力で暴れたいと思いますので、よろしくお願いします。大暴れしちゃいます。はい、まず何で暴れるか、もちろん出るまでガチャ新春オーブ50個からスタート。10連でもう俺のはなくなる。あとはもうゆけち何これヨーヨーみたいな。まあ行きますか。それでもどこまででも行きますかね。出るまで本当に引きますんで、はい、はい、よろしくお願いします。俺の最後の姿見届けてくれ。今から死ぬみたいな。もうなんかそれぐらいの心境やで、マジで。もうあと24時間ぐらいもんな。はい。ということで皆さん、チャンネル登録、高評価、あとベルの通知、はい、よろしくお願いします。お願いします。ということで今回の動画はここにて終わりたいと思います。それでは皆さん、せーの、いい目見れよ。ありがとうございました。ありがとうございます。140個しかなくて、うん、今100なくなって、うん、43個しかオーブがないね。え、こっから増やせるの？ガチャ引くまでに。無理やろ、もう。あ、無理か。うん。え、もうあのフレンドのあれも取っちゃったの？あとちょっとある。ああ。あ、それで50、ログインオーブで60。100には届かんか。全然無理。時間的にも無理。やばいね。あ、ギリギリなんとかなるかも。裏端終わってないから。あ、そっか。頑張るしかないな。31日ギリギリまでちょっと頑張りますわ。いや、皆さん2021年もありがとうございました。あと皆さん、良いお年を。あ、そうだね、良いお年を。ありがとうございました。